久保さん、今回備えで行きましょうか、備え。あ、あ、あ、ちょっとビンビン反応するな。まあいいや。備えね。備えあれば、憂いなしと。まあよくね、その、お金をたくさん持つと、良くないんじゃないか、みたいなね。なんか、買い与えるとダメだとかね。まあなんかいろいろあると思うんですけど、 まあ、それはね、単純に多分ね、勉強してるかしてないかじゃないですかね。お金について真剣に考え、お金のことを真剣に考えず、たくさんのお金持ってると、まあ、多分、まあ、なんか変な使い方というか、変な使い方というか、なんか、うん、あんまりよろしくないかもしれないですけど、お金をしっかりと考えて、お金をしっかり稼いで,で、その、そういうことをしてると、うーん、多分、 お金を稼げば稼げるほどお金の大事さを知るんで、なんかね、あの、破滅しないかなと思いますね。備えてなんか、備えるってなんかそのためるというか、その準備しとくというイメージがあるじゃないですか。なんか、あの、やればやるほど深く備えられるみたいな感じですね。ちょ、ちょっとニュアンスは違うかもしれないですけど、 なんだろうな。なんかその、やればやるほど、その、うん、まあま、考え方ですかね。何か物を備えるとか、お金を備えるとか、なんかそういう、そういうところの表面的なところじゃなくて、まあ、やればやるほど、その、深く備えられるっていう。うん、浅く備えるのか、深く備えるのかっていう。多分これはね、あの、やり込めばやるこ、や、やり込めばやる、込むほど、要は、 あ違う収入の柱作らないといけないなと。もしこれがあった時に、じゃあリスクとしてこういうこともやっとかないといけないな。じゃあこれがダメだった時にとか、もうやればやるほどリスクリバーサルだとか、まあ収入源の、要はお金のことを常に意識している。えー、収入の、えー、毎月入ってくる、毎日入ってくる収入の流れを意識している。だから、うーん、様々なこの、なんだろうな。あの、備えというかね。まあ意識の備えですかね。 考えれば考える、意識していれば意識するほど意識の備えがこう生まれてくるっていうね。こう意識の備えっていいかもしれないですね。うん。ほとんどの人はやっぱ意識してないですから。あの、やっぱね、これはね、自分でビジネスやってる人と自分でビジネスやってない人の意識の備えというかね、この、全く違うと思いますよ。久保さんとかも毎日お金のことを考えてると思いますし、僕も毎日お金のことを考えてるんですよ。てかお金のこと以外いらないんじゃないかな、 まあ、いる、いる、いるとは思いますけども、要はその、中心がお金にあるっていうか、中心をお金に置かないと、ね、久保さんもね、まあもちろん家族があったとしても、じゃ家族を養うのに金が必要ですから。ね、大和くんのね、養育費も必要ですから。 で、その養育費が必要です。じゃあそのお金は、久保さんは給料入ってくるのかっていうと、自分で稼がないといけないわけですから。でもサラリーマンの人は、まあお金のことあんま考えなくても、給料がやっぱ入ってくるんで、うん。まあ僕とか、まあ久保さんもそうだと思いますけど、日々をまあお金のこと考えてますし、未だに自己アフリートね、あの、案件があったらやるし、何でもやりますよ。うん。1円でも、1円でも取りに行きますからね。うん。 だからそうそう。今ね、ちょっと、あのー、その、イクモの、その、あのー、薬を僕は、あのー、買ったんですよ。で、それレビューしようと思って、これアフリエートやってないのかなみたいな。ね、僕が買ったショップさん、アフリエートやってないのかなつって調べたらやってて、今ちょっとアフリエートのね、このちょっとやってたんですけど。<laughs> ちまちまいきますね。ちまちま <laughs>。あ、これアフリエートもできるんだぞ、と思 よっしゃ、これもうガンガン紹介したろ、みたいな。<laughs> うん、まちまちま、1円でも稼ぎに行きます。うん、本当に、うん。あとやっぱね、あの髪の毛に関しては広告単価も高いんで、うん、髪の毛いいですよ。髪の毛は。あと、ま、あ広告主はいっぱいいますからね、髪の毛系は。本当に。 まあやっぱ、あとアクセスも集まるし、永遠の悩みだし、いいな、というとこで。まあせっかくハゲたんで、ハゲた、ハゲたことす、ハゲてることすらお金に変えていきます。いってらっしゃい。